とうとう着いたな、この場所に。ああ、そうだな。いいか森山、小堀、これは俺たちにとって大事な戦いの一つだ。もちろん分かってるさ。逆に大丈夫か笠松、珍しく緊張してるんじゃないか。そんなことねえよ。お前らしくないな。俺たちだって今日の戦いは一人で不安なんだ。キャプテンらしくいつものように一つ頼む。分かった、これは俺たちにとって超えなきゃなんねえ壁だ。相手が誰であろうと何であろうと、やるからには絶対勝つ。会場ファイオー。黒子のバスケスペシャル CD フィーチャリング笠松幸男。1、2、3、4、2、2、3。早川先輩、中村先輩、おはようございます。おっす。おはよう、帰省。さあ、今日もはきんで練習をするぞ。はい。てか、今日なんか人少なくないですか。午前中は3年はいないからな。え、気当てが払ったのか。呼び横に行って呼んだ、全国統一模試で。ああ、先輩たち一応受験生っすもんね。終わった。ようやく緊張から解放されたな笠松。おう、二人ともどうだった、手応えは。いまいち。いまいちとか言ってるやつに限ってできてるんだよな。よっぽど手応えがなきゃできたとか言えないだろ普通。で、笠松は。うん、数学はまあまあいけた気がする。他は？わかるぞ、俺たち3人とも理系だもんな。数学はともかく、世界史あたりはかなりきつかった。マルアン危険はな。そういや、あれ、イブン・バットゥータで会ってる？イスラムの医学者。いや、イブン・シーナーだと思うけど。バットゥータは確か旅行家かなんかじゃなかった。あー、そこ迷ったんだ、やっちまった。終わってからうだうだ言っても仕方ねえだろ。もし今回の結果がダメだったんなら、俺たちの努力がまだまだ足りねえつだけの話だ。お、笠松吹っ切れたな。つうか森山、お前テスト開始直前までキョロキョロしすぎだ。試験官ガン見してたぞ。どうせ可愛い子ウォッチングしてたんだろ。あ、なぜわかった。他にないだろう理由。白状しよう。斜め前にいた子が好みでな。志望校を聞いておけばよかった。女でコロコロ人生変えんじゃねえ。移動部からのイヤップ10本連続ひるめまでだ。あ、はい。こわー、きせー、どこ行くんだ。1年は外周10周って今先輩が。なほうは言ってねえ。移動部からのイヤップ10本連続ってさだ。何言ってかわかんないっすよ。もうドリブルからのレイアップ10本連続決めるまでと言ったんだ。え、だいたいお前は早飛びが多すぎる。もっとどっしり構えよう。エースなんだか。だいたいお前は早とちりが多すぎる。もっとどっしりと構えろ。エースなんだからな。すっご、なんでわかるんすか。慣れだな。も、今月のメンズノンノンの特集は合コンで確実に勝てる先取り冬コーデか。なるほど。女の子100人に聞いた今行ってみたいデートスポットベスト10、これも気になるな。中吊り広告声に出して読むのほんとやめて森山。モテるためには情報収集も欠かせないんだぞ。気になるなら黙って買えばいいだろう。そうだな、早速今日買って帰ろう。ったく、こうして頑張る森山より何もしてない笠松の方が実はモテるっていう、つくづく残念だよな。は？なんだって。バカのこと言うなよ小堀。笠松、お前さ、女子寄せ付けないオーラ出しすぎだから。実際はつつましく応援してるファン多いんだぞ。そうなのか。最近はキセのファンが多い分なおさら目立たないかもな。笠松はバスケ部の主将、キセはエース。やはり重要なのは肩書きか。そこじゃないだろう。
ああでも笠松はキャプテンになってから男のファンも増えたな。はあ？あのキセすら飼い鳴らしたカリスマキャプテン。バスケ部に限らず体育会系の男たちからの支持は熱いぜ。俺はそっちの支持はいらないな。俺だっていらねえよんなもん。あ、ところで今何時だ？12時。午前練習はそろそろ終わる頃か。そういえば 1,2 年だけで練習って初めてだったよな。あいつらちゃんとできたのかな。一応早川たちに簡単な練習メニューは伝えといたけど。市松の不安は禁じ得ない。ノット、噂をすればメールが。早川か。早川です。午前の練習がバッキリ終わりました。豪華もまた気合い入れていきますんでよろしくお願いします。メールはちゃんと読めるはずなんだが、なぜだろう、無駄に脳内再生をしちまう。俺もだ。まあとりあえず問題なく終わったってことだろ。あ、中村からも来たぞ。お疲れ様です。午前の練習は無事終了。これから昼休憩です。用件のみか。そけないぞ中村。いや、男はこうでなきゃな。またメールかよ。今度は着せか。先輩、模試どうでした？俺も再来年には受験生なんすよね。実感湧かないっすけど、それまでにはとりあえず得意科目見つけるっす。あ、午前練終わりました。長えんだよ。しかも肝心の報告がおまけか。こら笠松、ここ電車電車。午後も気合い入れていくぞ。ああ、でも午後練は先輩たちが戻ってからだし、少し時間が空くな。こう時間で、なんか応援たちだけでやっておけることないか。俺たちだけでやれることか。ああ、だったら部室掃除とかどうすか。確か、最近やってなかった。よく見ると結構散らかってるんすよね。いい考えかもしれない。でしょ。よし、そわ誘うやぞ。まずは奥の吠え声とか。はい。今なんて？とりあえずハンディモップ持ってきてくれ。はい。早川、ほこり撒き散らしてる。掃除しても熱血なんすね、やっぱ。力加減ができないのは心配だよ。あ、よく見たら早川先輩のロッカー歪んでないっすか？本当だ、鉄板が反り返ってる。日頃どんだけの勢いで開け閉めしてんのかってことっすよね。プレートの名前もはみ出してるし。まさに早川そのものだな。ん？何の話だ？あ、いや、ロッカー一つで性格って出るもんなんだなって。そういう癖のロッカーはどうなんだよ。あ、ちょ、勝手に開けないでくださいよ。なんだ、ごちゃごちゃいっぱい入ってんな。でもって、なんかいい匂いが。制汗剤3本、いらなくないか。こないだ新商品見つけて買ってみたんすよ。ワックス各種に三面鏡完備か。うわ、なんだこれ、この顔すっげーふわふわだぞ。あー、そのタオルは肌に優しくてお気に入りなんすよ。お前は女子か。身だしなみはモデルの基本っすから。掃除掃除。あれ、どうした規制。ああ、森山先輩のロッカーはちゃんと閉まってなくて。中を引っかかってるみたいだぞ。そうっすね、ちょっとだけ開けてみてもいいっすかね。挟まったものを取るだけだし、やむを得ないだろう。っすよね。森山先輩、失礼します。あ、これのせいっすね。確かこれで安心、横浜デートマル秘マニュアル。森山先輩、残念すぎるっす。何があの人をそうさせるんだろう。笠松、小堀、こっちこっち。さすがに昼時だと結構混んでんな。ほれ、こっちのトレーが森山の分、チキン南蛮バーガーな。ああ、それとクッキークランチバニラパフェだ。ちゃんと買ったよ。お前マジでそんな甘いもん食うのかよ。今月からの新メニューだからな。早速チェックだ。あっそ。さ、
食おうぜ。このチラシの子かわいいな。マジバーガーのイメージがある。なんだ小堀、橋爪ゆいちゃんも知らないのか。最近ドラマに CM に引っ張りだこの人気女優だぞ。そうなんだ。最近部活に勉強に忙しいからさ、すっかり流行に疎くなっておっさん臭いこと言うなよ。俺も知らねえな。お前もか。ドラマなんて見る暇ねえんだからしょうがねえだろ。あ、でも笠松って音楽関連は結構詳しいよな。うん、 CD は買ってる方だと思う。最近の一押しは？今来てんのはエアーフォレストだな。ああ知ってる。この前出た新曲イントロのギタリフやばいよな。だよな、あれはしびれたぜ。エアーフォレストなら俺も知ってるぞ。っていうかその新曲ってそれこそ橋爪ゆいちゃんの CM で流れてるやつだろ。え、そうなのか。お前ら。そういえば笠松ってギター弾けるんだっけ。ま、軽くだけどな。中学の時に親戚がアコギ譲ってくれたよ。簡単なコードが抑えられるようになったら楽しくなっちまって、一時期は結構練習した。最近はやってないのか。バスケ本格的にやりだしてからはたまに触る程度だな。なんで、気分転換にいいと思うけど。ほら、ギターやってるとタコできんじゃん指に。スリー打つ時なんかすげえ違和感あんだよ、指のかかりがさ。ああ、それはわかるぞ。ほんのちょっとの違いで中途精度が変わるの怖いよな。習得の緑間もいつもテーピングしてるじゃん。あそこまで念入りなのもすごいが。程度は違えど結局俺たちみんなとことんバスケ中心の生活になってるんだよな。日本一目指してんだからそんくらい当然だろ。負けらんねえだな。のっと、ついつい盛り上がっちまった。さっさと食って部活行くぞ。たんすか。監督に呼ばれてたらしい。何の用事で。それは言ってなかった。じゃあいつ戻ってくるか分かんないっすね。まとりあえず2人で続きやっちゃいますか。まおう。あ、月末の今月号発見って、なんだ1年前のじゃん。見てくださいよ中村先輩、ほら。ああそうだな。まあギラしいな。もう捨てちゃっていいっすよね。ああそうだな。ういっ、うん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 。どうしよう、気がついたら稀勢と二人きりだ。ああここも埃たまって。ここは何か話しかけるべきか。だがもう誰だよこんなとこに梅干しの種捨てたやつ。話題がない。気まずい。中村先輩。あ、前から思ってたんすけど先輩ってあんま喋んないっすよね。そうか、練習でも試合でも声出しはちゃんとしてるつもりだぞ。いや、そういうことじゃなくて。ああ、すまん。そういえば、あ、よく考えたら俺、中村先輩とちゃんと話したことなかった気がする。ああ、そうだったかな。先輩ってバスケ以外でなんか趣味とかあるんすか。趣味？ああ、趣味か。はい、趣味。そうだな、オカルト系の話題は結構好きだ。オカルト？それって怖い系の話ってことですか。まあざっくり言うとそうだな。キセは苦手か。いやそんな子供じゃあるまいし、お化けが怖いとかないっす。ないない。まあでもわざわざ自分から聞こうとも思わないっていうか。だったら例えばこういうのはどうだ。お、なんすか携帯出して。最近仕入れたお気に入りだ。うわ、それ心霊写真じゃないですか。そうだが、こん
なん持ち歩いてんすか。趣味悪いっすよ。たまに早川に見せたりするとすごくいいリアクションをしてくれるんだ。ああ、想像つくっすね。いるだろう、怖がりのくせに見たがりなやつ。新作まだとか聞いてくるし。よし、ちょっとあいつの携帯に送ってやろう。後でメールに気づいて大絶叫したりしてな。それは面白そうっすね。よし、そうし、メール？珍しいな、中村からだ。お、なんか添付がついてるぞ。いやだよ、うるせえな。どういうこと？中村、なんで嫌がらせ？どうしたんだよ、森山。この写真見てくれよ。心霊写真？森山、中村に何したんだよ。何もしてない。本当に一体何なんだ。しかも文面もないし。不思議ちゃんだな、中村って。心霊写真くらいでガタガタ騒いでんじゃねえよ。いや、意外とガチだな、これ。だろう、制服着た女の子がなんでこんなとこ映ってんだよ。ガードレールの向こう、崖だぜ。なあ、さぞこの世に未練があったんだろうな。未練？いたいけな女子高生が成仏できないほどの悲しみくれているとは。え、森山？よく見るとこの憂いの表情は俺に助けを求めているようにも見える。おいおい、その思考はやべえだろ。まさかスイッチ入っちゃった。ああ、なぜ生きている間に俺たちは出会えなかったんだ。女ならもはや何でもいいのかよ。もうあったぞ。お帰りなさい。どうすか、ほら物質ピッカピカっしょ。おお、やじゃないか。先輩たちも喜ぶぞ。早川、写真どうだった？は？は？写真ってなんだ？まだメール気づいてないんじゃないですか？そうみたいだな。うん？ああ、なんでもないんだ。それより午後連までまだ時間あるし、午前の内容を武士にまとめておかないか。おう、そうやそうだな。武士っすか？それならさっき棚に片付けておきました。これだ！ん？なんか挟まってましたね。なんだろう、このノート。表紙には何も書いてない。あ、これは人形のメモか。俺たちの名前が書いてある。ほんとだ。あ、この字ってもしかして笠松先輩じゃ。ほら、あのロッカーのプレート。確かにこの筆跡は。てとは、この度は笠松先輩個人。武士とは別に個人的な雑感や戦略メモを書いているのかもしれない。それならきっと普段は持ち帰ってるんすよね。ああ、おそらく置き忘れだろうな。勝手に見たらダメっすよね。うまあ、すぎぞ、絶対。でも置いてあったらうっかり見ちゃうこともあるっすよね。そんなことをしてバレたら殺されるぞ、などと揉み合っているうちにうっかり開いてしまうことはあるな。そうだな、うっかり読むぞ。ウィンターカップに向け、選手全員の士気は高い。選手層の厚さがうちの強みだ。ゴール下に関しては小堀を全面的に信頼している。森山はうまくペースに乗せてやること。かなりしっかり書かれてるっすね。ああ、レギュラーだけじゃなく部員一人一人の特性や課題なんかも書かれてる。すごいな。2年では最近中村の調子が上がってきている。ディフェンスの要として期待大だ。もう少しチームメイトと打ち解けるといいが、早川とのコンビは正と同でとてもバランスがいい。笠松先輩、早川のガッツはチームに好影響を与える。周りの選手の動きもちゃんと見られるようになってきた。
リバウンドを起点にした連携を今後増やしていこう。うおー、キャプテン、おい、感激っす。俺もだ、早川。こんなに俺たちのことを評価してくれているなんて。もう死んでもいいっす。ありがとうございます。いや、死ぬな。二人ばっかりずるいっす。俺のことは、キセはモチベーションさえ切れなければ問題なし。エースとしての役割を十分担ってくれている。むしろ無理しすぎるところがあるのがやや心配。そこをフォローするのが俺の課題か。技術の向上よりも精神的成長の方が個人的には嬉しかったりする。笠松先輩、俺のことこんなに。無理してることなんて自分でも気づかないふりしてたのに、笠松先輩にはバレバレだったんすね。もうそういうとこかなわねえな。俺、先輩にもっともっと認めてもらえるように頑張るっすよ。なんだなんだ、騒がしいな。笠松先輩、怪奇なんじゃ。やばい、早くノート覚醒せ。あー、はい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 。よし、お疲れ。お疲れ様です。午前の練習は問題なかったみたいだな。はい、バッチリです。ああ、頭ばっか使って変に疲れたな。早く体動かしたいぜ。あ、お、なんか物質が綺麗になってないか。ほんとだ。もしかしてお前たち掃除してくれたのか。はい、やました。そうか、ちょうどやらなきゃと思ってたところだったんだが、ありがとな。あ、キセ、お前何こそこそやってんだ。なんでもないっす。物質もきれいになったことだし、心機一転頑張りましょう。お前が言うな。よし、お前ら先に体育館行ってろ。今日から新メニューだからな。はい、これも親気合い合いだ。行きますか。見ててください、俺のディフェンス。笠松先輩、俺人間的に頑張るっす。よっしゃあ、やるぞ。やけに熱いな、あいつら。心なしか目がキラキラしてたような気が。気持ち悪いな。ほら、さっさと着替えるぞ。な、そうだ、ちょっと待ってくれ、中村。はい、何ですか、森山先輩。俺、なんか悪いことをしたかな。え？いや、だってあのメール。メール？だから憂いを帯びた女子高生の。女子と何かあったんですか。俺、どっか直した方がいいかな。あったら遠慮なく言ってくれ、あんなやり方じゃなく。とりあえず先輩は先輩のままで素敵だと思いますよ。ご連も頑張りましょうね。おら、お前らその程度でへばってどうすんだ。スタミナつけねえと試合後半絶対崩れんぞ。はい、負けです。うわ、もう一本。よし、ナイス早川。中村。はい、早川のスピードならもう3歩前にパスを出しても対応できるはずだ。全然余計っすよ。わかりました、もう少しシビアに。笠松先輩、俺もうちょいコート広めに使ってもいいっすか。ああ、ただしスタミナ配分を忘れるなよ。はい。いいぞ、キセ。ハザース。その前の中村の動きも良かったな。スクリーンでキセのマークをうまく外していた。ありがとうございます。よし、次は敵をできるだけキセに集中させるように動いてみろ。俺にっすか。ああ、お前にマークが集中すれば外の森山がフリーになる可能性が上がる。おとりになれってことっすね。そういうことだ。任せろ、俺が華麗にスリーを決めてやるからな。リバウンドは任せてください。外す前提になってる。それぞれ自分の役割を意識して動いてみろ。行くぞ。
すーけど、いつも以上に充実してたっすね。ああ、あれっさー笠松、そういえば次の練習試合の相手は決まったのか。ああ、その件もあったな。どっかで飯食いながら話すか。ならファミレス行こうぜ。森山は？いいな、今日はいろいろあったからパーッと行きたい。それなら早川、中村、お前らもどうだ。え、今日は俺たちがいない間練習をよくまとめてくれたからな。行きます、嬉しいっす。ありがとうございます。ねえ、俺も行きたいっす。まあいい、お前もついでだ。やった。おい、ファミレスとか超久しぶりだ。なんだって。俺ファミレスとか超久しぶりだです。よくわかるな。みんなで飯食うとか合宿以外だとあんまないっすよね。確かにそうだな。何にしよっかな。俺はきつねうどんで。おい、カイムーク保護機かえ。俺はロコモコ丼。おい、カイムーク保護機かえ。俺も決めたっす、ベーコンとアスパラガスのカルボナーラ。カニ味噌サラダとカニ味噌の軍艦巻き、カニ味噌茶漬けで。どんだけカニ味噌好きなんだ、中村。全員決まったな。ピンポン押すぞ。あれ、早川先輩何でしたっけ。だーか、俺はカニムク砲撃カレーやってば。あー、全然わかんないっす。カニクリームコロッケカレーだ。さっきからずっとそう言ってる。マジなんでわかるんすか。以心転身レベルだな。なあなあ早川、ロコモコ丼って言ってみて。ロコモコ丼言えてないっす。じゃあカルボナーラは。カボナー言えてないっす。早川一人じゃファミレスは厳しいんじゃないか。あ、いや、指させばいいだろう。大丈夫です、俺が翻訳しますから。それ根本的な解決になってないっすよ。お前らいい加減にしろ。言えねえようなメニューを頼むな。それ早川先輩だけだし。うっせえ。おい早川、カツ丼って言ってみろ。カツ丼言うと。よし、お前ら全員カツ丼な。大事な大会控えてんだ、カツ丼食って試合に勝つ決まりだ。そんな横暴っすよ。なんか文句あっか。勝つためにカツ丼、いいっすね。おい、カツ丼に押すっす。俺もカツ丼でいいです。え。まあ今日のところはそうするか。じゃあ俺も。なんかいつの間にかまとまったな。さあどうすんだ。来てよ、俺らはみんなでカツ丼食うけど、お前は一人でそのなんちゃらカルボナーラ食うのか。うん、俺もみんなとカツ丼食べるっす。そっかそっか。すいません、カツ丼6つお願いします。